押谷たにひとしは、日本の医師、医学者。学位は、マスター、医学博士。東北大学大学院医学系研究科、微生物学部にや、教授。新型コロナウイルス感染症対策分科会、委員、東京都出身。1991年から1994年まで、国際協力事業団の専門家として、ザンビアで、 ウイルス学の指導を行った経験を持つ。1999年8月から2006年にかけてはフィリピンのマニラにある世界保健機関に主体併用地域事務局にて感染症対策アドバイザーとして勤務した。赴任中の2002年には重症急性呼吸器症候群が発生し、同僚のカルロウルバニナ医会とともに事態収集への対応を行った。 2005年9月より、東北大学大学院医学系研究科、微生物学分野教授。2017年7月より、宮城県感染症対策委員会委員。2018年より、同新型インフルエンザ対策アドバイザーチーム委員。2018年5月より、東京都、新型インフルエンザ等対策有識者会議委員長。2018年8月より、 新型インフルエンザ等対策有識者会議構成員2020年3月26日より同基本的対処方針等諮問委員会構成員2020年2月14日より政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の元に設置された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議構成員同年2月25日より厚生労働省 新型コロナウイルスクラスター対策班メンバー。2020年7月新型インフルエンザ等、対策閣僚会議新型インフルエンザ等、対策有識者会議新型コロナウイルス感染症、対策文化会員。ありがとうございます。